1948年、杉野義子は20世紀の大正時代から昭和時代にかけて活動した日本のファッションデザイナーで学校経営者。ドレミ式要塞の創案者で、杉野女子大学学長、杉野学園ドレスメーカー学院創立者。1926年、ドレスメーカー女学院を設立。洋服に仕立て服しかなかった時代に、 標準的な型紙を使ったセミオーダーメイドや寄生服といった効率的な製作方法を教育。安価で良質な洋服の普及を目指した。戦後は幾度となくと普通。オートクチュールの世界で巨匠とまで言われていたジャック・ファット、クリスチャン・ディオール、ピエール・バルマンなどと親交があった。自身でデザインを行うファッションデザイナーでもあった。国内で定期的にファッションショーを開催し、 作品を披露した、千葉県捜査軍南城村あざ、柴崎の地主の家に生まれた、旧姓は岩沢、千葉工場を卒業後、鉄道小市上初の女性職員となり、その後、小学校の教員を経て、1913年に渡米、留学中の1916年に建築家の杉野、重和と結婚。ありがとうございます。